逮捕された豊橋市の無職酒井哲夫容疑者ら男5人は今月1日、豊橋市の小室秀夫さんを車に押し込み、その後漁船に監禁した疑いが持たれています。小室さんは3日、田原市の海岸で殺害された状態で発見されました。警察によりますと、酒井容疑者ら男2人は監禁の前日に小室さんの自宅近くで小室さんとの間で警察が出動する騒ぎを起こしていたことが分かりました。警察が駆けつけると男2人は立ち去り、小室さんはトラブルはないと説明したということです。警察は小室さんが殺害された経緯についても調べています。